メンズ赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。新しい企画をスタートさせようということで、赤崎家系訪問 TV 始めた。家家 TV じゃないの？あ、家家 TV？ 赤崎家家 TV じゃないの？なんだかわかんないから家家 TV。 パリピみたいじゃん。マシマシ TV だから。実は二郎系専門というよりはザキさんが好きなラーメンというのは、あ、僕はあの横浜家系ラーメンが好きなんですよ。横浜市のね、磯子区出身ということで、あの家系ラーメンの発祥の地がまさしく磯子区ということで。ああ、そうなの。横浜市の磯子区に、まあ、今横浜駅の方に移転してしまったんですけど、総本山の吉村屋というお店がもともと磯子区の新杉田というところで始まったということで。あ、そうなの。そうなんですよ。あ、最初あそこからなんだ。あそこからなんだって知ってる感じだったよ、なんか。いやいや、家系ラーメンの店にいろいろ訪問してたんで、それもあって家系ラーメンが大好きなんですよ。はい。更新頻度をね、上げたいんですよ。まあ理想は毎日とかね。理想はそう言われてるけど、ところがどっこいね、毎日二郎系食ってたら、うん、まあ本当にね、多分2ヶ月ぐらいでチャンネル終了してしまうので。きっと同じ家に住んでるんですけど、異臭が半端じゃないですよね。そこじゃねえんだよ、そこじゃねえ。同居人が臭いからちょっと気をつけようじゃなくて。あ、それによってチャンネルが更新できないとかじゃなくて、うん、違うわ。あ、違うんですか。あの、そんな毎日やっぱりね、さすがに二郎系ずっとあのほぼ7日間食い続けて編集もしてたら持たないんで、どうにかして毎日もっと上げるとしたら、うん、やっぱ新しい人を一人別の映像として入れるしかないなと思って。なるほど。まあ、せっかくね、数人でやってますからね、このチャンネルね。まあ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 、うん、赤崎さんが食べてるところに今後はね、何かこう、いやいや言ってこうかなと。なるほど。ということで、私は引き続きマシマシをやっていきますけども、二郎系を。そう、でもこれね、新しいチャンネルができるんじゃなくて、はい、マシマシ TV の中の一つの動画として上げていくんで、あの皆さんそのまんまで大丈夫です。あの頻度を上げるため、ね、そう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 、別に別チャンネルができるわけではないというのが、うん、なので今回のこの配信を見ずに、うん、家系の動画だけいきなり見始めた人は、うん、おいおいと、うん、どうしたみたいな。マシマシ TV ついにブレ始めたかと思っちゃうけど、ね、これトップの、おすすめ動画に上げとくんで、一番上に。ああ、なるほど。こういうのが始まりますよって、ね、始まりますやんないと絶対いっぱい、あ、ついに、あ、もうチャンネル離れますわがきっといっぱい来るから。 100% ね。まあこれ言ったところでブレてる可能性あるけどね。え、ここで言ったところで、ええじゃないよ。まあ、どっちか赤星の編集の稼働は倍になるってことでね。あ、そうそうそう、うん、あのバイト減らしましたから、もう。あ、そうなのね。ギリギリの生活に切り替えたから今、うん、なるほどね。あんま知らんと思うけどね、事情はね。あの、ギリギリのやつもはっきりだろ、ギリギリのやつも。なるほど、ギリの、そんぐらいかけてるんですね、うん、チャンネルに。そうそうそう。というわけでね、今後は赤崎家系訪問 TV 始まりますんで、皆さんよろしくお願いいたします。以上よ。Thank you.